主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えてみなさい。あなたの子孫はあのようになるでしょう。アブラハムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。私はあなたと契約を結ぶ。あなたは多くの国民の父となるであろう。神様が作られた国々。でも人々が怪我してしまった時、彼はそれを滅ぼすという。アブラハムは言った。まことにあなたは正しいものを、 悪いものと一緒に滅ぼされるのですかもしそこに五十人の正しいものがあったら、三十人いたら、十人いたら、アブラハムは食い下がった。主は言われた。もしソドムの町の中に十人の正しいものがあったら、その人々のためにそのところをすべて許そう。しかしソドムは滅びた。だから私は町角で今日も叫ぶ。食い改めなさい。 神の御国が近づいているからと。